ジョエル・ライアン・ハンラハンは、アメリカ合衆国、アイオワ州でモイン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2000年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。2006年まで、ドジャース参加のマイナー球団でプレーした。2006年11月6日にワシントン・ナショナルズと契約した。2007年7月28日、メジャーデビューを果たし、 シーズン終了までに11試合の先発を含む12試合に登板。2008年からはリリーフとして起用され、ナショナルズのクローザーだったジョン・ラウッシュが7月22日にアリゾナダイヤモンドバックスへトレード移籍してからはクローザーを務めることになった。8月3日のシンシナティレッズ戦でメジャー初セーブを記録し、シーズン終了までクローザーとして9セーブを挙げた。 2009年開催の第2回ワールドベースボールクラシックに BJ ライアンの出場自体に伴いアメリカ合衆国代表の一員として出場シーズンでは同年もクローザーとして起用されたがセーブ失敗が続き4月28日にクローザーの座を剥奪された5月半ばから再びクローザーを務めたが6月6日にマイク・マクジューガルがクローザー指名された その後は中継ぎで起用された。2009年6月30日にナイジャー・モーガンとショーン・バーネットとのトレードでラスティング・スミレッジと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍。2010年は自己最多の72試合に登板した。2011年は開幕からクローザーを任されオールスターに初めて選出された。最終的に70試合に登板して1勝4敗。 40セーブ、防御率1.8361奪三振と、好成績を残した。2012年もオールスターに選出され、この年も、クローザーとして36セーブを挙げた。2012年12月26日にジェリー・サンズ、ストルミー・ピメンテル、イヴァン・デ・ヘスース・ジュニア、マーク・メランソンとのトレードで、ブロック・ホルトと共にボストン・レトソックスへ移籍した。 2013年5月2日のトロントブルージェイズ戦でセーブを記録し、通算100セーブを達成するも、試合後右肘に痛みを訴え、16日にトミー・ジョン手術を受ける。10月31日に FA となった。2014年5月2日にデトロイト・タイガースと契約し、同日に前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りした。 この年はマイナーでも当番なく終わるが、11月14日にマイナー契約でタイガースと再契約する。2015年2度目のトミー・ジョン手術を受け、3月4日に自由契約となる。2016年11月15日に現役引退を表明した。現役引退後の2017年からピッツバーグパイレーツ参加のマイナー球団のコーチを歴任しており、 2021年はトリプル A 級インディアナポリスインディアンズの投手コーチを務めている。速球とスライダーだけで投げるツーピッチピッチャー。ありがとうございます。